ヤクザの世界じゃどうだか知らねえが、昼間っから酒の匂いプンプンさせてるようなやつ、仇の世界じゃ誰からも信用されねえからな。酒が飲みたきゃ仕事をきちんと終わらせる、それが仇のルールだ。わかったか。ああ。あ、おい来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも山根さん、お久しぶりです。ああ悪いね小田さん、なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ、名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あまあ初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど、お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、桐生くん。ああそうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました、あとは我々にお任せくださいな、桐生くん。ああ、
話は分かったな。要するに戦友屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。戦友屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュウ君、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が戦友屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。わかったよ。菓子折り買ったら過ぎたビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。